いや、ご準備できました。大臣よろしくお願いします。はい、えー、おはようございます、えー、今年もあと1週間となりましたが、あのどうぞよろしくお願い申し上げます。えー、冒頭、私から5件、えー、ご報告を申し上げます、えー、本日、令和4年度予算案につきましては、えー、本日は令和4年度予算制法案が閣議決定をされました、えー。令和4年度の総務省所管の予算案につきましては、 デジタル田園都市国家構想の実現をはじめとした岸田内閣の重要政策を総務省一丸となって実現するために必要な経費として地方交付税を除いた一般歳出に5799億円を計上することができました具体的にはマイナンバーカードの利便性向上申請促進交付体制強化 5G、光ファイバーなどの情報通信基盤の整備、ビヨンド 5G の研究開発、グリーン社会に資する光ネットワークの研究開発、高齢者等に向けたデジタル活用支援の一層の推進、緊急消防援助隊の車両、資機材などの整備や消防団の充実強化など、国民の皆様の生活に直結する 重要な分野から未来に向けた夢のある分野まで総務省としての役割を果たすべく幅広い施策について予算の充実、重点化を図ることができましたまた令和4年度の地方財政対策についてはおいては一般財源総額について公務団体ベースで前年度を上回る62兆円を確保いたしました。その中で 地方交税総額については、前年度を0.6兆円上回る18.1兆円を確保しつつ、臨時財政対策債については、発行額を前昨年度から3.7兆円抑制をし、残高を2.1兆円縮減することができました。さらに、地域社会のデジタル化や、公共施設の脱炭素化の取り組み等の推進。 消防防災力の一層の強化について、財政措置の拡充などを行うこととしております。国会でのご審議を経て、予算が成立した暁には、各施策を速やかに実行し、国民の皆様に安心と希望をお届けできるよう、総務省全省を挙げて取り組んでまいります。予算案の詳細につきましては、 この後、事務方からご説明申し上げます。続きまして、本日の閣議におきまして、消費者物価指数について報告をいたしました。11月の生鮮食品を除く総合は、1年前に比べ0.5%の上昇と、3か月連続の上昇となりました。これは、ガソリンや電気代などのエネルギーが上昇したことによるものであります。 詳細は統計局にお問い合わせください。次に、本日、令和3年度の普通交付税の額を変更決定し、令和3年度普通交付税再算定対抗を閣議で報告いたしました。普通交付税の総額は、当初決定額に比べて、1兆9418億円の増となっており、12月27日に 地方団体へ現金交付することとしております。詳細につきましては、自治財政局にお問い合わせをください。次に、本日午後、統計委員会を開催いたします。国土交通省から、建設工事・受注動態統計調査に係る事案の報告を受け、政府統計の信頼を取り戻すために議論を開始していただきます。 統計委員会においては、今後、国土交通省の第三者委員会において、1か月以内に取りまとめる検証結果の報告を受けて、精査を行うこととしております。また、これに先立って、統計委員会では、総務省における今回の事案に関する過去の対応を含めて、専門的な知見による厳しい 精査をいただくこととしております。このように、経緯や原因の徹底的な検証を行い、それに基づく再発防止策を確実に実行し、政府統計への信頼を取り戻すべく、しっかり取り組んでまいります。本日は私も出席して、ご挨拶をさせていただく予定であります。詳細は統計委員会担当室にお問い合わせください。 最後に、えー、携帯電話市場については、えー、今年の春以降、携帯各社が従来に比べ、低廉な新しい料金プランの提供を開始するなど、競争が活発化しております。こうした中、国民利用者による新しい料金プランへの移行が着実に進んでおり、主要な携帯各社の新しい料金プランの契約数は、 11月末時点で約2930万となり一般利用者向けの携帯契約の総数の約2割に達しましたまたこのたび携帯大手3社がキャリアメールの持ち運びサービスを開始いたしましたこれにより利用者の方々にとってご自身に合った携帯,各社や携帯会社や 料金プランを選びやすい環境がさらに整うことになります。総務省としては、今後とも乗り換えを阻む障壁があれば是正を図るなど、携帯電話市場における公正な競争環境の整備に向けて、必要な取り組みを進めてまいります。詳細については、総合通信基盤局にお問い合わせください。以上であります。 幹事社から質問をお伺いいたします。あの今、冒頭発言でもありました、統計委員会の件なんですけども、あの大臣が出席することっていうのは珍しいことだと思いますけれども、改めてその目的と、お考え等があしたら、統計委員会の皆様には、建設工事、受注動態、統計調査に係る事案について、統計の船舶としてです、ね、第三者の立場から厳しく精査をいただきます。 この取り組みを通じて、真に役立つ品質の高い統計を将来にわたって確実に提供するための方策を検討いただき、それをもとに再発防止に取り組み、政府への信頼を取り戻してまいりたい、このような私の思いを直接お伝えしたいと考えておりますじゃあ、各社さん質問、どうぞ。 来年度の地方財政対策の関係でお伺いしますけれども、緊急防災・減災事業債の対象に、来年度からドローンが追加をされることになりました、改めてこの災害対策でドローンを活用する意義について、どのようにお考えかということと、あと全国の消防本部に配備するということになると思いますが、配備完了の時期のメドというか、目標があれば、お伺いした、はいま、はい、熱海市の土石流災害などで、あの災害発生初期に、 ドローンを活用して、俯瞰的視点から被害状況を把握することにより、迅速、的確な部隊運用につながり、さらなる被害の軽減に効果があったと考えております。こうしたことも踏まえ、先般成立をいたしました、令和3年度補正予算により、ハイスペックドローンを全国の緊急消防援助隊に無償で貸与して配備することとしております。さらに 全国の消防本部に災害対応ドローンを整備するため、令和4年度から新たに緊急防災・減災事業債の対象に加えることといたしました総務省としては、できるだけ多くの市町村に地域の実情も踏まえ、今回、手当てする有利な財源を活用し、災害対応ドローンの整備を積極的に進めていきたいと考えております。 テレビ朝日小野です、えーと。ドコモと楽天についてお伺いします、えー、とまずあの1つは NTT ドコモを通信障害を受けて行政指導を受けているんですけれどもこれの,あの報告の期限がです、ね、来週月曜日27日に迫っているんですがこれ現在どのような状況かというのが1点とあともう1つはあの楽天モバイルで iPhone の着信ができないという問題が7月からずっと続いているんですけれどもこれについて何か報告があったのかとかです、ね、状況を今どんな感じでしょうか。はい、あの現時点では、うん 本件について、NTT ドコモから報告を受けておりません、まあ、いずれにしても、同社からの報告を受けて、内容を確認した上えで、必要な対応を取ってまいりたいと考えております、また楽天モバイルにおいて、iPhone の着信ができないという問題については、昨日、同社から問題の解決に向けたネットワークの改修にすでに着手しており、 年内にはおおむね問題が解消する見込みとの報告を受けております。まあ総務省としては今回の対応によって問題が適切に解消されるか注視してまいりたいと思います。でしょうか。あすみません朝日新聞の江口です。日本郵便が22日に705人の郵便局長から 顧客情報の流用などの申告があったということを発表しました、全国郵便局長会が参院選に向けて取り組む政治活動で支援を依頼するために顧客情報を使っていたという問題だと思うのですけれども、政治目的での流用がこれで確実になったというふうに考えておりますが、この問題への大臣の見解と、総務省として新たな対応を考えているかをお聞かせください。 あのご指摘についてはあの、日本郵便株式会社が追加調査を実施して、その結果等をです、ね、12月22日に公表したことは承知しております、まあ、総務省としては、本事案については、一部の社員において、会社の業務と業務外の活動等をし別する意識が希薄だったことに関して、11月29日付で日本郵便に行政指導を行い、 来年1月21月日ままでにに再発防止策等についてて報告を求めております。その際には、今回の追加調査の結果と、その対応等も併せて、報告を受け取った上えで、関係省庁とも連携をして、適切な対応を取ってまいりたいと考えております。お時間がないようですの、ね、で、残り1問でお願いします。 時事通信の松野です。よろししくお願いします自治体システムの標準化対象事務を定める政令が本日は閣議決定されましたあの一部の自治体からは目標としている令和7年度末までに移行を終えることが難しいという声も届いていると思いますが今後どのように取り組んでいかれるか方針をお聞かせください、はいえーあの。地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく20の対象事務を定める政令が 本日、閣議決定されました。自治体情報システムの標準化は、地方行政のデジタル化の基盤となるものであります。総務省としては、標準化の目標時期である令和7年度に向けて、各自治体が円滑に対応できるよう、標準化に向けた準備や移行経費に対する財政支援、具体的な移行工程などをまとめた 手順書の提示、地域情報化アドバイザー派遣を通じた情報提供など、ありとあらゆる手段を通じて、支援を行うとともに、関係府省と連携をして、自治体のご意見も丁寧に伺いながら、取り組みを進めてまいりたいと思っております。す。以上ですそれでは会見はこれで終わります。ありがとうございました。